皆さん、明けましておめでとうございます。白井戸です。投稿空いてしまって申し訳ございません。で、言い訳じゃないんですけど、てか言い訳なんですけど、遊んでました。で、今日は真のクラフターモードを久しぶりにやっていきたいんですけど、まあ、ちょっとまず見てほしいものがあって、で、僕あのあと結構いろいろやってたんですよ。その一夜越すだけでもできてなかったから、しかもマグマをいろいろちょっと裏作業みたいなのしてて、めっちゃ実況者っぽいよね、裏作業って。えぐくない？バリエット動画投稿はサボってたんですけど、真のクラフターモードこのワールドにはちょっと入って作業してたんですよ。で、何を見つけたかっていうと、全勝基地をちょっと見つけちゃいました。で、僕普通のゾンビとかスケルトンにも勝ててないじゃないですか。で、まあ村内とさ、この今右上にちょこんってあるさ、効果とかも意味ないけど、声の調子悪いな、これ無理なやつだ。おれい、おれい、待って、話し合おう、一回話し合おう。これ一カ国語までなら話せる。話し合おう、一回、ちょっと待って。で、そうなんですよ、僕あっちに村見つけちゃったんですよ。だから呼びたいと思います、村に。まあさすがにね、聖職者とか鍛冶屋だったらまあ勝てるんじゃないかなって、正直あのピージャーの集団にも。で、ちょっとさすがに脳知識は無理だから、ちょっとしずめさんが上げてる動画を見ましょう。で、まあさすがに今の装備じゃ勝てんから、ちょっと鉄装備ぐらいはします。ね、見てください、スキンを変えました。本当にあの初心者スティーブは卒業だけど、ガチ不審者だよねこれ。投稿感覚空いたのもこいつのせいやな。で、僕クリスマスに本当は1本動画上げる予定で、ここの洞窟探検をしたんですよ。まあ死んで全ロスで終わりましたけどね。でもその後何回かやって、一応鉄こんだけ集まりました。じゃあ明日決戦で。まあね、さすがにマイクラ歴9年ですよ、余裕。村人殺して、村人用に素振りしとこう。来ました。もうこのためにこの村を見つけたと言っても過言ではない。正直ね、いけすかない顔してったやつが多かったからね、ちょうどいいわ。誰鳴らす中ねを、うるせえな。どこにおる？これ見つけるの大変だよね。おーおーおー、光線してる。おもろ。鬼おもろいやん。あ、おもんない。ナイス。俺お前が一番好き。いつも殺してるけど。あー、いた、本陣が。初見ゴーレムいる限りね、あんま負けるビジョン見えないんだよね。待って、1ダメージも与えられてないぞ。待って、思いのほか大苦戦。残り2体。あ、さっきなんか煙上がってたけど、あれは、あー、イリュージョン。待って、俺初めて見たこいつ。どれか本体があるんだけど、こいつ待って、イリュージョンの情報知らない俺。ベニレの時のイリュージョンと変わってないってことしか知らない。やばいぞこれは。何、どれを攻撃、あ、待って、村人殴っちゃった。正解、村人が本体です。村人がいなくなればこの襲撃は終わります。じゃあお前、あー、おったわ本体。え、本体あれじゃないの、お前じゃないの、お前じゃないの。これはね、ちょっと戦力外通告。ゴーレム何しとんねん。お前の唯一の仕事ちゃうんけ、ここ。ああ、当たった、ナイス。俺お前好き、絶対直してあげない。いや、怖いですね。
まさか襲撃なんてイベントが本当にあるとは。怖い、マジで。知らなかったな。知らないと怖いの無理。おう、おう、おう、おう。待って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 、そんな能力持っとんか、お前。じゃあ逃げる、じゃあ逃げる、全然逃げる。視界がクリアだぞクソガヤ。カモンカモンカモン、マジでブラボー。本当に、いや、こんな凄惨な現場を見ることになっちゃうなんてな。 Z 世代だから絶対ないと思ったのに悔しい。ドアが壊されてるよ。そこなんもないよ。片身、そのベッドが片身。おやすみおやすみ。え、なんかめっちゃダメージ与えてくるやついなかった？俺の予想、なんかエボーカーみたいな、なんか白色の妖精出す、よく同人誌に出てきそうなやつが多分正体だと思うんだけど、あんなダメージ削った。いつもだったら正味ここで動画終わってるよね。あー、なんか後ろ歩きしてると思ったらそういうスキンだった。えー、怖っ。誰このスキン作ったやつ。頭湧いとんちゃうか。紛らわしいな、このスキン作ったやつの気が知れん。一体も倒してないじゃん。ゴーリム何やっとん。あ、これ分解された感じかな。え、お前装備だけ取り返したらお前らガチ覚えて。おお、ゴーリムおるやんけ。無能が死ね。村人おつこうおつへべー。ゴーリム、ゴーリム行きなさい。もうそろそろ働きなさい。あなたももう37でしょ。おーおーおー、ナイス、ガチナイス。お前やっぱ強え。さすが、働かんでええよ。あ、やっぱ働け。歯車になってなんぼじゃ。あー、違うんだわ違うんだわ、いるんだわいるんだわ。マジで関わっちゃいけんやつがいるわ。え、待って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 。これ外出たら逃げ切れるかな。逃げてやんよ。あいついつの間にあっちに。脈なしと分かった瞬間すごいな。脈なしだよ、まだ脈なしだよ。そんなのも突破できないんですか先輩先輩。あ、待って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 。え、あんまこの方法使いたくなかったんやけどな。作れないじゃん。いや、残り2体。お前すごボロボロやんけ。来たね。待って、魔女はね、俺戦ったことない。鬼厄介だと思う多分。普通にお前からじゃね。待って待って待って、斧持ち。待って、斧は、斧は無理、斧は無理。待って、斧は無理。待って、ゴーレム何しとん。負けたあいつ。役立たずがよ。さあ最終決戦と行こうや。どこどこ、待って待って、縦のインターバルがある。こいつもこれはね非常にまずいです。だけどね、俺はもうフラダンス同好会で学んだ。こいつら水に入ると無力や。ドラウンド以外はもう水に入ると無力。かかってきなさい。あれ、脈なし。 OK、 でももうほぼ回復したぞお前。なあ、調子乗ってくれたな。あ、うん、待って、もうちょい乗っていいですよ。もうちょい調子乗っていいですよ。先輩強いですね。驚いちゃいました。お前につけ。まだあるの？好きな人、好きな人、好きな人。あ、普通のも来た。これはダメです。これはダメです。これはダメなやつです。知ってます。真剣ゼミでやりました。と見せかけて振り返りざまにドーン。ああ、カン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 。え、てか襲撃マークないやんもう。終わり？終わりでいい？終わったー！成功です。皆さん成功です。もうじゃあ他のモンスターたちはちょっと置いといて、ちょっと村の被害を見ていきましょう。成功だっつってんだろうがよ。成功なんだよ。成功だっつってんだろうがよ。成功なの。先輩、分かってるくせに。もうこんな AV に手話つけてみたなんて動画を上げるような人をちょっと狙わないでくださいよ。え、嘘でしょ。あ、違う違う、
これあれだ、もう村人が死にすぎてこの村が村判定じゃないんだ、終わっとる。待って、村人殴っちゃった。正解、村人が本体です。村人が本体です。村人が本体です。村人がいなくなればこの襲撃は終わります。はい、皆さんいかがだったでしょうか。なんかちょっと脇がみたいなの出てるんですけど、まあただの肉を食べた脇がな人だから気にしないで。うん、でまあちょっと悲惨な結果やったね。ちょっとかわいそうだから、まあ、とりあえず今回は成功、イエーイ、初めての企画成功だよ、チュインチュインパーパーななな。じゃあ今回はここら辺で終わりにしたいと思います。投稿開かないよ、頑張ります。あ、であとショーツと TikTok は毎日投稿しようと思ってるんで、ぜひ見てください。高評価お願いします。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それじゃあまたねー。